万有戦で遠藤航が先発フル出場、ファンサイトではマンオブザマッチを獲得、地元メディアからも一定の評価。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。現地12月17日に行われたプレミアリーグリバプール対マンチェスターユナイテッド戦は、リバプールが終始押し込む形となりながら、結果はスコアレスドロー。この試合で先発出場した遠藤航選手はイエローカードを1枚もらいながらも最後まで奮闘してフル出場。ファンや現地メディアからも一定の評価を得ているようですので、今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はサッカーダイジェストから。現地12月17日に開催されたプレミアリーグの第17節で、遠藤航が所属するリバプールは宿敵マンチェスターユナイテッドとホームで対戦。押し込みながらも1点が遠く、スコアレスドローに終わった。 4-3-3 のアンカーでフル出場した遠藤は、得意のボール奪取とシンプルなつなぎで攻守に奮闘を見せた。リバプールのファンサイトザ・リバプールオフサイドは、サポーターによるマンオブザマッチ投票を実施。コスタス・ツミカス、遠藤、イブライマ・コナテ、ライアン・フラーフェンベルフ、フィルジル・ファンダイクの5人がノミネートされた。試合終了から約3時間の時点では、遠藤がダントツの 47% の票を獲得している。同サイドはその日本代表ミッドフィルダーのパフォーマンスをこう称えている。遠藤はホールディングの役割が非常に優れており、中央を通るこぼれ球を全て吸い取っているようだった。プレッシャーを受けながらパスをするケースが多かったにもかかわらず、ボールを持ってもとても効果的だった。ファンもそのプレーぶりを評価しているようだ。このように伝えています。記事にあるファンサイトの投票結果を私の方でも確認してみたところ、試合終了8時間後の時点では遠藤選手への投票が 64% に増加しているようです。この試合得点者がいなかったため、ディフェンス寄りの選手に注目が集まりやすい状況ではありますね。最近再び地元メディアから批判を受けがちな遠藤選手ですが、ファンサイトでマンオブザマッチに選出されていることはとても嬉しい限りです。では次にソファスコアにおける遠藤選手の評価を見ていきましょう。まずチーム全体のスタッツを見ると、リバプールでの最高評価はアーノルド選手の 9.1、 2位は 7.9 でサラー選手、ファンダイク選手、コナテ選手の3名、遠藤選手は 7.2 とチーム内では平均的なスコアとなっています。そして遠藤選手のスタッツの詳細を見ていくと、ボールタッチ80、パス成功率 89%、 キーパス0、地上戦13、勝利8、空中戦4、勝利1、このような感じになっていますね。パス成功率は高く、地上戦もまずまずと言えるでしょうか。では次に地元メディアの評価について見ていきたいと思います。リバプール専門メディアアンフィールドウォッチは、遠藤に7点の高評価をし、以下のように評価。シンプルにプレーし、リスクを犯さないことで中盤でのポゼッションを安定させた。ソフィアン・アムラバトへのファウルでイエローカードをもらってからは綱渡りのようなプレーが続いたが、うまく対処した。先発のミッドフィルダーの中で唯一最後までピッチに立ち、後半はより権威を持ってプレーした。このようになっています。ナインティーミンでは遠藤を6とし、遠藤の最も輝いたパフォーマンスの一つで、積極的にボールを奪い懸命にプレスをかけたと評価しています。 This is Anfield では6点とし、この日本人はパスで相手のラインを崩せず後ろに下がる選択が多かったと、やや厳しめの指摘。リバプール .com は5点を与え、深い位置でボールをうまく扱ったが必ずしも説得力があるわけではなかったとコメントしました。このように各紙遠藤選手に対する評価はまずまずのようですが、一部少し厳しめの見方をするメディアもあるようですね。では次にこの試合に対するネットの反応を見ていきましょう。
遠藤は我々の6番だ。本領発揮だね。他の記者とファンでは評価が全然違うんだな。笑。ファンに評価してもらって嬉しいが。満優戦にフル出場なんて、それだけで胸熱。ボール持ちすぎで悪評価が最近多かったが、改善してきているようですね。無理に縦パス入れなくなったし、ワンタッチでつなぐプレーも増えた。ビルドアップもうまくプレス回避できた。一歩ずつ前進してる遠藤。パスミスもあったけど、効果的なパスも多く、守備でも効いてたね。ディアスとか全然パス出さんし、これを機会に信頼つかめると良いけど、サラーとは相性良さそう。あとはマティプがやってるような仕事とか、シティのロドリが時々ボックス内に入ってターゲットになるような仕事ができれば、よりチームを勝たせる選手になれるんだが。遠藤はいいパフォーマンスしてた。特にトレントがアンカー的に振る舞って隣にいる時は安心して見れた。やっぱりデュエルキングはすごい。でもドイツではボールを奪うだけでよかったけど、リバプールでのポジションは奪った後すぐに効果的なパスを求められている。一試合ごとに状況変わるのは波があるというより相性な気がする。自分のできること、やるべきことを理解して潰しと回収に徹した素晴らしいプレーだったと思う。エリオットやカーティスが出てきた時、さすがに遠藤交代かと思ったけど、残したあたり、クロップからの信頼は間違いなく高い。今日の試合遠藤はすごく良かった。プレー位置、ボールの受け方に工夫が見られた。遠藤が上がることによって間違いなく攻撃の厚みが出たよね。いいプレー続けていけば、どこかでファンの価値観も変わるからね。時間かかるけど、ああ遠藤はこうやって貢献してるんだみたいなのが急に理解され始めたりする。5点のメディアはマクアリスターと比較して攻撃面の活性化の面を見られたんだろうね。点取れなかったし。やはりクロップ監督は周りの声に惑わされず、この試合で必要なものは何かを理解して選手を使ってると思った。クロップから評価が高ければそれでいいんだよ。一喜一憂するメディアを気にする必要はない。30歳になって違うリーグから移籍してきた遠藤選手に対し、未だに不審の目で見るファンやメディアは一定数いるようです。そうした目を変えるには、継続して良いプレーを続けていくしかないため、遠藤選手には今後も頑張り続けてほしいですね。高いレベルでプレーし続ければ、今後必ず日本代表にも素晴らしいものをもたらしてくれることになると思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると、今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。